で僕はなんかね大会結構出てて、その過去のストリートファイター5の時のあの賞金とかも振り込まれてる。振り込まれてるから。ちょっと見せてくれるんですね。でも振り込まれないトラブルもこの業界多いもんね。ある。業界ってからある。e スポーツ界隈ある。そうみたいですね。僕はまだないんですけど。持ってきたの通帳、はいはいはい、通帳な、持って、持ってこいって言われたから。ハンコは、ハンコは。いや、なんで、ハンコないっすハンコ、何する気なの、何する気なの、借りたいな。なんでどこ行くの、いや、朝銀行窓口ちょっとこれって本当に入ってるいやもう、だんだん現金で見たいんですよ。生活費でだいぶ使ってるから、ちょ、見たい、見たいじゃないですか。すごい見たい、本当に見たい、マジで見たことない。なんかここら辺が賞金ですよ、この皮脂向け送金ってやつが。あ、ほんまや、なんかいきなり、ほんと、なんか、いきなりボーナスみたいな感じでやっぱ入ってくるの、当たり前だけどね。東電とか、東京ガスとか、まあ、カードとか。振り込み手数料216円みたいな。うん、あとこれも、だまあ、これはそう賞金用の口座っすね。ああ、の口座ってことか。これも多分どっかの大会の、あ、これ JB5 ですわ。日本のは、税引きされて入ってくるんだ。入ってくるんです、これ。これ200万の大会でしょ。ある意味その方がいいよね。そうですね。上がりやすいですよね。うん、ちょっとそのなんていうか。税抜かれずに入ってきて、うん、それが後で引かれるの嫌だもんな。で一番大きかったのは、うん、あ、これですね。これが。でもこうやって見るとやっぱ定期的に大会いいね。これ自分の大会アチーブメントのこう記録みたいになってるね。ああでもそうですね、うん。この時はね結構勝ててたんですよ。あと、賞金もこの頃が多かったです。あ、なるほど。やっぱゲーム の後半の頃になってくると、うん、どうしてもやっぱりそこにお金つぎ込む意味があんまりなくなってくるじゃないですか。だから今なんですよ。今勝ったのはでかいんですよ、このね。でかいんだよ、やっぱり。今回あれなんですよ、ゴースト。こんなんめっちゃ面白いわ、これ。ドキドキするもん、見てて。いいね。やっぱり定期的になんか入ってんだよな。だからやっぱ別撮りさせてもらおう。すごいわ、これ大会すげえな、うん、プロゲーマー本当にいたんだって感じだよね。あ、本当ですか。なんか変な感じだけど、なんか、なんか日常のその引き落としと引き落としの曖昧に入ってるってことですよね。いや、つかすげえな、ゲームやって金もらえるってあんだな現金では見たことないからさ、だってさ、あれ現金みたいなもんじゃん、これすごいね、当たり前なんだろうけど今や。え、最近で時の一番大きかった額っていくら？最近ですか、どのぐらい？この1年、この1年だとあれですかね、スト5の最後のトパンマチャンピオンシップで あれが200とか250だった。でもやっぱそうか、だから直入ってくね、トパンマ経由。それはトパンガのやつなんで、あ、そうか、トパンガのやつなんで、そこは引いて送ってきます。だからそれ以外のやつは源泉徴収的な、そう、源泉徴収されて、そう、それ以外のやつは一旦こっちにやってマネジメントのトパンガと一応その、そう考えるともうスポーツ選手とかなんかそのある意味変な言い方だけど徐々にサラリーマンに近づいてってるね、うんうん、なんかもらい方とかね、だから引かれてから、そういう意味で言うとちょっと安定してきてる世界になりつつあるのかもしれないけど、まあでもやっぱ賞金はもう当てにならないです、ボーナス制度ですよ、やっぱりね、ボーナスでしょ、はい、そこだよね、もう今回のボーナスと考えて、はい、あれ毎年やってくれるといいんだけどね、毎年なんか向こうサウジアラビアの人が言ってたのは、うん、来年もやりたいとは言ってくれてるんですけど、まだやるかどうか分かんないんで、俺来年早めにね、来年は来年ちょっと早めにお願いしますよ。ストリートファイターも 1億円、鉄拳も1億円だったじゃないですか。来年8でゲーマーズ8やるんだったら、あの多分俺出てる。いや、なんで多分試合前になんか見たことない操作をやってて、あれなんかハルさんのキャラ 100% よく見たら 100% ガードしてねえからガッ全然入んないんでしょ、ガッって1回だけ蹴ってあとずっとガードできてるみたいなことが起きますよメーカーさんとしてどうなんですかっていうのは僕は聞いたいです。 TWT あるじゃないですか、 TWT で賞金もすごい出て注目度高いと。でも
あのゲーマーズエイトみたいな大会がそのすごい賞金額で出てくるっていうのはメーカーの人としてはどういうふうに、そっちの方がありがたいです。でっかいでっかい大会で、メーカーはだからぶっちゃけ言うとですよ、まあ儲かってるわけじゃないですか我々は。だってじゃあ例えば鉄拳で儲けた額って、まあ、シリーズで見てもそうだけど1個単体で7で儲けた額見ても、まあだってもうそんな3年目4年目以降だって開発費ほとんどかかってないのにさ、もうほとんど純利益みたいなのが溢れてて、ね、わー積み重なっていくわけじゃないですか。なんじゃこりゃみたいな、なんか一般でもいいからよこせよと思うんだけどいやすごい額入るわけですよ、うん、でそっからいくと発想としてはですよ、これはあの俺は社長ではないのであれだけど、普通に発想で考えたら毎年1億の大会を逆にメーカーがやろうと思ったらぶっちゃけ全然できます、うん、余裕で本当はできるけど、これいろいろまあ問題がある、まあ日本の会社がそれやるのどうなのはあるんだ、まあ一個な法律的な問題もある。ただちょっと法律の話とか一回置いといて、まあ倫理的なところがあるね、多少ね、そのどう社会的責任を取るのって、メーカーとしてはその自分たちで出すゲームにそのすごい人生をこう左右するような額を出す、でこれをじゃあ10年20年継続できるって保証誰が担保するのって話、なるほどね、さっきの話ですね、そう誰が担保するのってなっちゃって、プロ野球リーグとか B リーグとかある意味それが全員業界団体で担保しようとして頑張ってるわけじゃないですか、うん、で一メーカーが自分たちの作ったゲーム一タイトルで一会社だけでそれを持続するっていうことを、だって会社なんて都合で辞めたりするわけでしょ、うん、社長変わっても方針変わるんだよ、うん、そんなんじゃあ1年やって辞めました1億は、だから次の年から100万円ですんで、で次の年はなんか調子いいんで社長変わってやっちゃえみたいなやつが現れて、なんか2億になりました3億になりましたって、それが継続するんだったらいいけど、それの責任は取れないんじゃないのっていう組織理論が働くので、これが面白いことにアメリカだろうが日本だろうがそんな無茶な額をやってこないじゃないですか。まあカプコンさんとか割と結構今奮発してますけど、まああれマーケティングフィーの一種だと思う。じゃあそれが10年続くかって言ったら、まあもちろんそんなことはないわけで、ってなった時に外の人たちが盛り上げてやってくれることに関して言うと、まあある意味社会的責任がこっちにあるないで言うとない、極端しないわけだから周りが盛り上げてくれる分ですごいありがたいと思って見てますよ。勝つだけじゃダメなの、そのやっぱり時々見てても分かるじゃない、そのファンがついてるというか、やっぱりオーディエンスがついてるからスポンサーもつくわけで、そっちの方がいいよね、あの強くは、もちろんその勝負ごとでそこにそのフォーカスはするんですけど、でもなんか変な言い方すると、だってずっと1位取るのは理想だけど、ずっとベスト8に入ってるだけだけどすげえ人気があったら多分そっちの方がいい、安定するよね、まあ、スポンサーは多分そっちに注目しますよね、あの人柄がいいとか面白いとか、あのインフルエンサーなんかまさにそうなんですよ、うん、だからそれに近い方になっていった方があと反応速度も下がってくるしね、うん、でもある意味足だよね、かけるくんから見た時の時戸のこの年齢の人がまだほら、あ、そうですね、ああいう前のタイトルでは最後優勝取っていっちゃうぐらいなんだから、うん、じゃあ僕もあと10年15年やれるのかなみたいな感覚はありますよね。そうですね、うん、40まではねとりあえず大丈夫ですよマジで格ゲーって40までいけるの、40まで絶対に、まあ、確かに鉄拳もいけてるやつはいけてるな、うん、昔より複雑になってるよな、うん、やんなきゃいけないことが、うん、なんか増えましたね、なんか言い方悪いけど梅原くんの頃の強くなり方、有名になり方とちょっと違うじゃないですか、うん、ね、梅原くんとまさにどっちかってゲーセンにずっといてずっといてるみたいな、うん、だけどそれだけじゃないもんね、今ね、いろんなことをこう、まあ、彼も今はね、いろんなことマルチタレント的にやってるけど、うん、これ最初からやんなきゃいけないわけだもんね。それの中で練習する時間をどうやって確保してどう集中してるのかっていうのは、さあ、じゃあ逆にかけるくんからいきますか、かけるくんはどういうふうにそれしてますか、そうですね、僕はでもまだ不慣れなところがあって、うん、あんまなんか両立というか、なんか切り替えが難しいなって思ってるんですけど、ほうほうほう、でもまあ、試合始まる前とか、
うん、入場の時とか割とその周りの雰囲気を楽しんだりとかしてそっちに持っていくようにしてます。逆に日々はのスケジューリングってデイリースケジューリングみたいなこうスケジュール立ってたりする？こうそんな厳密には立ててなくて、うん、でもその僕結構対戦予定でこう埋めてそれがもうそのままスケジュールになるみたいな感じなんで対戦予定はい誰と対戦するとかをもうバン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 入れてって入れてで空いてるところはまあだその自分から声かけて入れるか、うんまあ、ちょっと休憩して調べ物したりの時間にするかとかでも時々はその集中力っていう意味では結構そのやっぱ日々のルーチンみたいな中でちゃんとやってそうなイメージがあるけどまあでも再戦相手のスケジュール決めたりとかでも僕が勝手にする、まあ、約束もあるわけですよ。なんていうか全部が仕事じゃないんで、あ、そうですね、マネージャーさん経由で予定表に入れてもらうのもあれば僕が自分で入れる、まあ、ちょっとお仕事もあるんで、はい、それを連携取れてなくて大体僕の方なんですけどあれこの日って何か入ってましたみたいなのはしょっちゅうありますね。あしょっちゅう、結構やっぱり、はい、忙しくなってきて、ね、ああでもそうですね、おかげさまで。なんか一般の人のプロゲーマーのイメージってなんか朝起きて飯食ったらずっとゲームやってんだろうなぐらいに思ってる人やっぱ多いと思うじゃん今でも、そうじゃないでしょ全然。そうじゃなくなってきました。むしろちょっと俺ゲームできてないけど大丈夫みたいな日もあるわけですよ。だからドキドキする日そういう時期がちょっとありましたね。でもやっぱり、ね、そのまだまだ広げていきたい業界じゃないですか、うん、まだまだ全然出来上がったものじゃないんで、そう、ね、こういうそうだこういう仕事こそ、うん、まあ僕らが今やんなきゃいけないことなんだなって思うんで、本当そう思う。あの礎を作ってくれた富田さんって言われないとね、うん、そうか。だからもちろんね、その大会の結果とかはすごい今でも重要にして優勝を目指しに行くんですけど、なんかその優勝者って正直なの変え聞いちゃうじゃないですか、ね、僕が優勝しなかったら誰か優勝するわけですよ絶対に。この業界でやっぱ変えが効かない存在っていう、うん、いうのは本当に価値がでかい。そうですよ、1位は必ずいるからね、うん、富田は1人しかいないからね、うん、これ参考になりませんか、かけるでもすごい勉強になります普通に勉強になります、ね、なんかキャラ的にも爽やかだし、そうそう爽やかなんですよ、うん、ここのなんか芸能とかないし、本当に若いくて爽やかでこれからの人だから、うん、なんか化粧水の CM 来そう。いやでもなんかそっちそっち今そっちだから、やらしい話スポンサーつきやすいタイプだよね、うんうんうん、そういう意味で言うとね、そう。だって僕それこそエボでルーザーズから這い上がってくる時とのね、ギリギリかな上がる瞬間の1個前の試合で時とやばいってなりながら勝ったんですよ、うんうんうん、で彼はやっぱりそのスポンサーに気に入られるなこいつって思ったシーンがあって、ポケットにロート G 仕込んでて、勝った瞬間カメラに向けてロート G って言って商品をカメラに見せたんですよ。あ、そんなことするプロゲーマーいないっすよ。プロゲーマーじゃなくてそういないよ。いない人間でいない。だって、うん、だって そこまで準備して考えてるわけじゃないですか。要は勝ったらこうするってこと。いや偉いよね。だから俺すごいなと思って。俺とかなんかそういうゲーム系のなんかアワードみたいなやつとかで平気で他社のパッケージとか出しそうだよ、ね。スポンサーへの気配りは。ちょっとね、普通のタレントの中でもこういう、うん、ここまでできる人いないと思いますよ。いやだからすごい、そこはすごいですね。やっぱり応援したくなるっていうのはそういうことだよ、うんうん、そうね、だからそう、そうね、人って応援したくなるかどうかすごい重要です、うん、例えば、ね、俺の世代って辰吉丈一郎というボクサーがいたんだけど、はいはい、辰吉丈一郎、確かに強かったんだけど、あの人逆に言うと負けっぷりもすごくて、うん、未だに現役なんだけど、うん、だって全然試合も出てこれないけど、あの人のインタビューとかあの人がやっぱり映像に映ってると、まあ、ものすごいやっぱ揺さぶられるし、うん、もう強いかどうかじゃなくて応援したくなるかどうかだけで見てるから、うん、そういうことだよね、うん、タレント性というか。そうですね、だから自分っていうのがなんかどういう
タイプの人間かとかをはっきり自覚できると、多分その方向に自分もなんていうかブランディングするっていうか、ブランド作りをやりやすくなると思うから。で、しかも、ちょっとやっぱり良かったのは、東大卒っていうのは、もうね、東大って頑張らないといけないっていうのは分かってるから、その土台があったらでかかったと思う。だから、努力はちゃんと絶対できる人でしたっていうことの、なんか、免許証じゃないけど、証明書みたいなのがあったから、うん、だからそれはちょっと、時々良かったよね。うん、ああ、ありがたいっすね。それこそその、パンク戦の2本取られた時から、はいはい、やっぱその、そういうのが全部なくなった感じはあるのかなって。いや、俺ね、それ後付けかもしれないけど、マジで試合見てて、表情でさっきの表情、顔の話したでしょ、はい。それはそんな感じだったよ。あ、顔が、これ、なんか追い詰められてるやつの顔じゃねえなっていう顔して、今見直してもわかると思うよ。はい、なんか怖ばってないというか。なんか無って感じしませんか。なんか、いやいや、どっちかっていうと、ゲーセンの友達とか、そう、なんか、と対戦する。めっちゃ笑ってるじゃん、感じ。めっちゃ楽しそうじゃん。地方のゲーセンの大会ぐらいの感じだと思う。そんなんでいいのか、お前と俺思って。自然な感じの空気感すっごい。だから、それはさっき自分でも楽しもうに切り替わったっていう感じが出てたんだろうね。だから、スポーツ選手でいうと一番肩の力が抜けた状態っていう意味で、ある意味ゾーンになったのかもしれない、うん、かもしれないですね。怖がるからね普通、うんうん、何回かは多分経験してて、うん、1個確実に入ってたんだろうなと。それはやっぱりセンター試験とかあ、そこは共通一次。いや、共通一次はね、なんかもうかんテストがない、勉強の方はない。ゾーンはでも勉強のゾーンってあるの。勉強のゾーンは、うん、僕は覚えてない、経験してないんです。覚えてないんですけど、多分、テストに挑む感覚は、そのゾーンに入る上で、すごい役立ってるなと思って。マジで？多分でも、テストって集中して、その前の週とか、一個のものに集中して、まあ、自分の、ね、そう、カリカリにしていくじゃないですか。あの経験は多分ゾーンに入るためには絶対必要なもんだと思います。大学受験当日赤本の表紙しか思い浮かばなかったんです。一個確実に覚えてるのが、TGS、うん、2017年ですかね。で、まあ、優勝できた年なんですけど、うん、まあ、勝ち方も良くて、すごいピンチの状態からいいプレーで逆転できた。内容がすごい詰まってるというか、うん、紙一重の試合を何個か乗り越えて、でそこに至るまですごい準備もしっかりやって、食事とかもちゃんとなんかその制限してやってると入れる可能性があるなっていうのはその時の経験で思いました。なんか周りの声とか雑音聞こえてるのに、そうなんか聞こえてるのに、なんかあんまり冷静に そのまま抜けていくみたいな。一緒一緒、そうそう、分かる。俺それだったの、うん、あれ不思議だよね。あれ体がみなぎってないとできないよね。できないと思います。多分体力もいるんだろうね、あれね。あれ毎回やりたいんですけど、ね、いや分かる。いや多分ね、年とともに全く起きなくなってくる。なんかそのかすごい顔が怖くなってたじゃないですか昔、まあ、今でも怖いのかもしれないですけど、三拍眼になってたもんね。それが良くないっていうふうに言われたことがあって。あ、なんで誰に。それは、ね、言われたのはお医者さんの知り合いがいて、あ、まあ、石川良樹先生っていう、ご存知かもしれないですけど、まあ、心理学者の方、はい、いらっしゃって、まあ、その人とちょっと、話すようになって、うん、あれちょっとやめてみると変わるかもしれませんよみたいな。それどういう理屈でダメだったの。やっぱその緊張しちゃってて、怖がるから、それは怖がる顔だもんね。意識的にちょっとやめてみると発見があるかもしれませんって言って。確かにボクサーであんな顔して試合してる人いないもんね。ない、まあ、プロレスラーはいますけどね。プロレスラーだってそうじゃないと思う。そう困るから、うん、で、いざちょっとそれを意識してちょっと落ち着いてやろうってなったら、落ち着いてはプレーできるようになったんですよ。でも
あのね、これ面白いもんで、大会でちょっとつまんねえなってなっちゃったんですよ。今日は大会に参加して、その時の勝った負けたでドキドキする感覚がすごいやっぱり楽しいんですよ。そう、いや、言い方悪いけど、我々やってるのは所詮ゲームだもんね。そこでやっぱ一喜一憂したい、そう、ゲームってそうだもんね。感情的なもんじゃないよ、どっちかっていうと。楽しいからやってるわけで、勝つためじゃないもん、もともとな。いや、わかるわかる。っていうのに、その時気づきました。そういう合理性だけじゃないみたいなね。で、しかも自分単純で、勝てればまあ楽しいんですよ。勝てれば楽しい人間なんで。でも、例えば、その時にすごい穏やかな気持ちでやって、で、まあ毎回勝てない、負けるじゃないですか。この大会つまんなかった。立っちゃうんだよね。立っちゃいました。わかるわかる。そうだわ。